こんにちは。田辺聖子の小倉百人一首130回目は66番大僧正行尊の歌の2回目をお送りします。もろともに哀れと思え山桜、花よりほかに知る人もなし。もろともに哀れと思え山桜、花よりほかに知る人もなし。もともと修験道というのは、燃焼度の高い、かなり野生的な荒々しい宗教だったようである。行尊は大峰の峰々を踏破して、死に物狂いの苦行を続けていたのかもしれない。そういう修験者が一瞬ふと見た桜の花。それは美しくて天下で、生きる喜び、生の肯定そのものであったのだ。それに感動する行尊は、なかなか筋のいい坊さんではなかったかと思われる。修行を積んだ行尊の原力はきっと強いものであったろう。源氏物語にも御嶽宗寺という言葉が出てくる。夕顔の巻に下町の老人が明け方、五体投地の礼拝をしているのが聞こえたとある。御嶽は今の大峰山の三条ヶ岳である。この山伏修行の聖地へ参る人は、入山に先立って精進決裁しないといけない。王朝の頃は三七日、五十日、百日と精進する。これが御嶽宗寺である。陽炎日記にも枕草子にも出てくる。毎日夜明け前に庭へ出て、大峰山の方に向かって五体投地の礼拝を百回繰り返さねばならない。東大寺二月堂のお水鳥の五体投地も、随分激しく荒々しい男っぽい礼拝である。入山する準備さえこのくらいの厳しさである。参詣は神仏を恐れ慎む緊張した行であろう。枕草子には藤原信孝という男はこの御嶽参りに決められた粗末な白衣をまとわず、派手な衣装で金キラに着飾っていって世間をびっくりさせたということが書いてある。罰が当たるだろうと人々が思っていたら、暗に相違して昇進したから、二度人々はびっくりしたという。この信孝は、紫式部の夫であるが、いかにも派手好きな伊達男ではないか。しかしこれは本来の趣旨に反する。修験者はもともと岩窟に寝て、くずふを着、松を食らい、水ごりを取って、欲界の赤を注ぎ、人間と世の中の罪や汚れを除くべく苦行するのである。華美な王朝の世にも、紳士で豪直な修験者はいたであろう。そんなことを思いつつ、この歌を読むと、また、格別の趣がある。大峰行う聖こそ、哀れに尊き者はあれ、法華経受する声はして、確かの正体まだ見えず。大峰行う聖こそ、哀れに尊き者はあれ、法華経受する声はして、確かの正体まだ見えず。これは、良人秘書牧に、民衆の修験者に対する素朴な信仰がある。芭蕉は奥の細道に、
夏の羽黒山で春を忘れぬ遅桜を見て、行孫僧正の歌の哀れもここに思い入れて、なお勝りて覚ゆと書いている。これで66番大僧正行孫の歌は終了です。ありがとうございました。